本日2017年12月25日、全国的にクリスマスですね。昨晩から、雨が降っていたんですけれども、夜半から雪に変わることもなく、雨のまま明け方まで降り続いたのも今はすっかりやみ、青空が広がっております。ということで本日はお待ちかねインスピ男子中級シングルスで試合の日であります。天気はいいんですけれども、風が非常に今日は強いです。やりたくないというのがあるんですけれども、まあまあまあ、やっぱり基本はねアウトドアでやるスポーツですから、天候もやっぱり勝負の中の一つということで、風にも負けないテニスを展開していきたいと思います。まあ風はやだやだと言っても、条件は一緒なわけですから、むしろ私は強風の中でも、いろいろとテニスもやってきました。だからむしろ風は得意と言っていいでしょう。この風を利用して、バンバン攻撃をしていきたいと思いますよ。頑張りましょう。
はい、終わってしまいました。いやもう今日はですね、もう風がビュービュー吹いていて、仮に今日まあ初戦ねうまく勝てたとして、まあ、決勝進めたとして1位で抜けられたとしてもして、まあ仮に優勝できたとしても、まあ、もちろんそういう可能性がゼロっていうわけじゃないですけども、全体的に全体日本全体でテニスやってる人で中級だと、中級レベルの優勝だというふうにこう、ね、やっぱりね自信を持ってねまだまだ言えないなと、まあもちろん優勝してないですけども仮に優勝したとしてもね、だから要はまだまだなっていうことなんですけども、まだまだですね。ということで、あんまり悔しいので27日あさって空いていたのでポチッとしてしまいました。まあ、最後の対戦した方、すごくいい方だったんですけど、うまい方で、まあ結果的にもちろん3-5という形でやられた、3-5じゃ3-6でやられてしまいましたけども、終わってからもちょっといろいろお話をしていて、途中私がね結構ね攻めてね、いい感じだったんですよ。最初0-2から、あ、じゃあ2-0いって結構ねリードしてね、得意の必殺逆クロスが結構バシバシ決まって、おーおーおお、俺もなかなかちょっと上手くなったなーなんて思っていたら、まあそこから逆転されて、負けてしまって、終わってからこう話したら、非常に、私がアップしてる動画を、よく見てくださっているそうで、やっぱり毛利さんは逆クロスが上手いなということで、それを警戒してこうセンターにボールを集めて返すようにしていたということでした。なんか俺自分の練習アップしちゃってすっかり対策取られてるんじゃねえのか、なんか俺不利じゃねえのかな。もう動画
あげるのやめた方がいいんじゃないかっていう気も。いや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 ね、私の教えてもらってるのをこうアップして、それを皆さんが見ていただいて、皆さんが上手くなっていただければね、それが本望ですよ。うん、みんな頑張れ。あ、今日は勝利できませんでしたけども、いやー悔しいね、悔しい、まあ、悔しいっていうか今日はクソでしたね、クソ。もうねひどいよ、ちょっと。まあ次に向けて頑張りたいと思います。今年はまだ終わっていない。